どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ガズ旅動画、なんですけど、プチガズ旅というか、その中でやってるシリーズになってるのかどうかわかんないんですけど、社会見学、ガズ旅社会見学編お届けしたいと思います。何の社会見学をするか、それはですね、皆さん、ガズレレジーラムにとってはすごく大切なものを作ってるところの工場に行きたいと思うんですけど、じゃあ、はい、ジーラボのこのウクレレたちについてるこの水引きです。これね、うちの両親がね、これ編んで作ってるガズレレ手作り水引きということで、皆さんにご愛顧いただいているこの水引きなんですけど、かつてね、ガズレレ動画ではこのガズの両親がこの水引きを作っているっていう動画をですね、公開したことあるんですよ。これこんな感じで、過去に動画取り上げてる、これぜひ見てもらいたいんですけど、今日はですね、この水引きを母親と父親が作ってるんですけど、この水引きを作ってるこの水引きっていう意味わかります、この棒っていうか、このなんていうの、この小よりみたいなもの、これです。この一本一本を作ってる工場をちょっと見学させてもらおうと思いまして、長野県の飯田市というところにある新明堂さん、という、水引き屋さんにこれからちょっとお邪魔しましてですね、工場の様子を実はちょっと撮影させていただけるということで、今から向かおうと思うんですけど、実はね、何年か前に一回伺ったことあるんですよ。すごい工場だったんで、ちょっとぜひみんなにもシェアしたいなと思って、この水引きが果たしてどんな感じで作られているのか、めちゃくちゃすごい動画になるんじゃないかなと思っています。今車で向かっているところなんですけど、じゃあ新明堂さんに着いたらですね、またこのカメラをスタートして、どんな感じなのか見ていきたいと思います。お楽しみに。今日のガズ旅はいいぞ。工場に到着しました。今回ご案内いただく、新明堂の熊谷様でございます。はい、お願いします。教えてください。今日はあれ、以前来たのいつぐらいでしたっけ？もう多分 3年ぐらい前、ね、そんなに前なんだと。そうですね、ちょっと見せてもらって、その時すごいなんか素敵だなと思って、ちょっといつか紹介したいなと思って、今回ずうずうしくも来ました。で、新しい本が出ますですね。ありがとうございます。これちょっと書いてあるので、ぜひ読んでください。前回もいただいたので、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速ちょっとご案内していって、はい、なんでそもそもこの飯田っていうところが、その水引きのこの生産のなんかすることになったんですか？結局もともと飯田は和紙っていう、紙の産地だったんですね。結局その和紙の産地っていうことで、江戸時代に、お殿様に納める形で取ってたのを、今度江戸の、東京とかあっちの方に、持ってって、今度紙結いですね。紙を結う、はいはい、紙結いだって、元結いとかって言うんですけど、紙を結う、紐ですね、あれで、結ぶっていう形で、販売してたところ、実際、髪をもう断髪令っていうことで、髪を今度逆に今度切って、男の人の髪結いはなしだよっていうことで、今度は水引き、何かに包んだりとかして縛るようなもので、とかの、ね、で、そこから発展していって、なるほど。じゃあ和紙で有名で、もともとはこの江戸時代とかの紙結ってたけど、明治時代がなくなってきて、そうですお相撲さんとかまだ、実際言ってるのは飯田から。飯田からだと、お相撲さんの言ってるやつは飯田さん。そうですね、飯田さんです。すごい。ちょっとじゃあ早速ですけど、ご案内していただいて、行ってみましょう。自分も実は昔からお母さんにお世話になってます。そうなんです。僕の母上の歴史もあるんですよ。そうだね。そうですね、15、16年前ぐらいに僕まだ内職を回ってた時に、うちの母親がね、そうだから内職してて、もう水引きを結構持ってってました、ね、水引き40年か50年歴がそのぐらいあるんですよ。長いです。はい、長いです。ベテランなんです、うちの母親。じゃあまず水引きの元、工場からちょっと上がらないですね。はい、お邪魔します。いやー、すごい。まずこちらの今のちょっと近くの方から ここからちょっと取り寄せするんですけれども、紙の原紙になります。原紙、マットインスターの入り口ぐらいまで、このぐらいの距離あります。じゃあこれが374キロかな。そんなに、結構重いんですけど、すごい、書いてあります。17,000メートル、すごい、ね、結構長いです。すごいですね。はい、こちらは、こちらの機械で小巻き取りして、すごい。それ、あれが、あ
あの状態になるってことですか。あ、そうです、そうです。ああ、そうか。まあ、これも、ちょっと、ね、ここに入れるんですけど。あ、あっちか。ああいう感じで。今のやつが、中身はこれなんですね。そうです。今のこれが大きいのがあって、それを使いやすく、そうです、そうです。ああいう、まあ、そうです、ね、ちょっとこう、反物みたいにするようなイメージですよね。そういうことですね。はい、すごい、すごい。何百キロもあるから、私も歌い取れない。そうです。後ろの方で、まあ、巻き取りした反物の方を、切ってみて、そうですね、大体3センチぐらいの幅で切ってみます。すごい。まあ、ここまでは、本当これだけでも詰まったからね、でっかいのから来て、ちっちゃいのから誘ってから切れ切らない。あの幅では切れない。これが元なんだ。これが中心の要は、まあ、角の部分というか、次に今度はこちらを今度紐状にする機械、紐状にする、次は紐状にする機械、こより製造機、年始のこより製造機になるんですけど、先ほどのこちらのあれを、まあ、セットして、これを巻きながら こちらで巻き取っていく。これがまさに水引き。あ、水引きの中身だ、これがもうまさに。こちらを押していただくと、オンボタンを押します。すごい。わあ、すごい。早い。で、これが、こうして、巻かれてる。すごい。これが、まあ、まさに新年。いやー、かわいい。年季入ってますね、この機械も。そうですね。これはもう、入らないと思います。そうなんだ。なるほど。やっぱさ、あれ、僕らもいろいろちょっと旅に行っててですね、はい、あの今治タオルとか、あと愛知にあるなんだっけ、あれ、織物、毛織工業とか、すごいやっぱ似てますね、あの構造が、うん、糸じゃなくて、まあ、糸だもんね、糸だね、そうだね、そうですね、すごい。こちらの、今の、プラチナの糸っていうか、まあ、を今巻き取ったのを作った帽子の、白い芯に巻きつけながら引っ張ってます。こっちがスタート。スタートはこちらです。スタートで、これプラチナの、これプラチナゴールドっていうんですけど、巻きつけて、はい、そうですね。でこちらが染まってるように見えるんですけど、うん、実際はこういう感じの糸が、あ、見えてる。もう要はなんかあの虫の羽みたいにパタパタパタってなってるんだ。そうです、ね、すげえ。はい。次は今度はあのじゃあ向こうの工場に。はい。じゃあ次の場所に来てみます。すごい。まずもう見た目すごいもんね。そうだよね。ここがすごいんだよな。先ほどまあ小よりの状態、まあ、年始で取った、まあ、あの芯の方を全部1回で全てセットしまして、こちらの芯を今あのこれから赤白の水引きを作るんですけど、赤白、紅白の、はい、紅白ですね、を引っ、まあ、あの機械で引っ張りながら、はい、やる作業なので、はい、赤白水引きをもう作る、まあ、あの完成品までって形になります。すごいよこれ。すごい、すごい、なんだこれ。いやー、すごい。いやー、でこれは何を押し付けるんですか。こちらで引っ張りながらこちらでちょっと整える。で、あの引っ張りながら今度ここですね。ここでまあ糊っていうか、まあ、あのお化粧みたいな感じですね、はいはい、あのお城を塗る、まず化粧を塗る前の、はい、まあ、段取りみたいな感じでちょっと今、糊を塗っています。はい、つまりこの張力をかけた状態じゃないと均等に塗ったりできないっていうことですね。はい、まっすぐに力をかけないとやっぱほよほよとなっちゃう。あ、ここはなんか熱いよ。で、こちらで赤いで、こちら見せていただくと、あ、上がるんだよ、上がるんだよ、途中でね、ほら、すげえ。ここの今は赤が塗られてるってことです。で、何にもなかったら白はだから糊がコーティングされてるだけってことなんだ。なるほど。ああ。
で、こう1本の中に紅白があるんですね。で、それを後で裁断していくわけ。で、また乾かしているわけ、ここでね。あー、ほら、すごいよ。ここで切る。かわいいな、機械って。紅白で、もう切ったんだね、今。あ、ここで切ってるんだ。そういうことか。まとめているんだ、ここでね。で、しかもちゃんとこれ、小寄りで巻かれてる。ここで。すごいな。柔らかい、柔らかい。これ多分お店まで行くと硬くなります。だんだんね、劣化でだから。そうです。なんで僕たちは、まあ、正直生水引きっていう形で。あ、なるほど、生ね。生赤の色がすごいよ。ちょっとこれ見てよくアップで撮ってみ。なんかすごい和の赤ですね、これね。綺麗、綺麗。やっぱり、いや、皆さんのウクレレについてのウクレレがこんな感じで作られているとは。ね、いや、すごいですね。これが、こっちが立って、ツヤツヤの、ツヤの白。これは白白か。こっちはツヤがある白。本当だ。あ、パールホワイトみたいな。あ、色の単位。これがすごい。これがなんか。そう、これが幻想的つか。何があるかな。すごいのよな。あっちのね、あっちとの絡みが。そう。伝わりかしら。これ、木製のボビンがすごい可愛い。今はもうプラスチックになり、なってるところもあるらしいんですけど。可愛い。すごいいいですよ。手がこれぐらいだ。このぐらいの、こんな感じ。手な感じで、どうぞどうぞ、全貌を見ると。そう、大きい。あれがやっぱ熱いから換気扇なんだね。あれ、あ、暑いから。換気扇なんだ。へえ。本当だ。そんなわけで工場をちょっとゆっくり見させてもらったんですけど、まあ、幻想的なあの糸がこうバーッとなってるところとか、あれやっぱすごい、あのいつもね見てらっしゃるでしょうけど、僕なんか見るとすげえ景色だなっていうか、なんかすごいよね。うん、すごい。あれなんかこう。なんかね、でもな、あそこにうようよしてた来て見に来られて困りますか、ね、まあまあまあ、なんか機会があればね、そうですね、そういうなんかあのもしかして工場見学ツアーもありかもしれませんけど、はい、引き続きあの皆さんのねウクレレにもあのひっついてるあのウクレレの水引き、こんなところで作られてんだなとこう思いを馳せながら、この南信州飯田ってところでね、すごいいいとこですよ本当に、こういうところで作られてるとまた気分もリフレッシュして、ね、都会に住んでる方はこんなの思い浮かべながら、また音楽プレイしてくださいと。今日は熊谷さんありがとうございました。すみません、ありがとうございました。はい、はい、そういうわけで、新明堂さんの工場見学、はい、大人の社会見学行ってきましたけど、このシリーズ結構面白い ね。あのこのシリーズね、今考えてみたら第3弾だった。そうだね。第1弾は今治タオル、うん、今治タオル見ました？あの動画概要欄に貼っときますよ、うん、今は四国のね愛媛県今治行って、はい、見せてもらったりとか、うん、その次は愛知県行って、うん、あれなんていうの、毛織工業ウール、そう、それもすごかったよね、うん、ウールのところを見せてもらったりとかして、で今回第3弾目で水引きということで、結構共通点多いよね。そうだね、糸を夜とか、確かに、なんか繊維工場でなんかみんなそういう感じだね。歴史がちゃんとあって、ね、伝統があって、ね、で、うん、あの機械もみんなもうめちゃめちゃ歴史がある古い、うん、あの機械を使っててさ、うん、日本の技術っていうか、うん、日本のこう細やかなテクノロジーっていうかね、まあ、手技みたいな、うん、なんかこういうシリーズもまたいいなと思っています。なんでガズレレにまつわるなんかねこういうのをまたご紹介できたらなというふうに思うんですけれどもですね、うん、はい、でね、これですよ、はい、さっき、見てたね工場でできたこのウクレレ用のねこのガズレレ水引き、このガズレレ水引きはね、さっきも話に出てきたけど、ガズのね両親がね本当1個ずつ手作りで作ってるんですよ、うん、あの概要欄に、水引きのご案内も貼っとくんで、うん、あのいろんな色が
あれいつも決まってないんだよね。そうです。もうその時の雰囲気で、あるもの一期一会みたいな感じで、まあ何種類かいつも選べるんで、はい、それも見てくださいということでございました。はい、たまにはね、ウクレレレッスン動画とか、ウクレレ関係あるような関係ないような、うん、日本の伝統とかね、素晴らしいこう技術みたいなの、こんな感じで大人の社会見学として。はい、もう僕たちもね、ちょっとこうそういうなんか社会的な意義を、まあ、そんなことないけど、うん、面白いもんね。そう、興味あることはね。そう、機械が可愛く動いてるところとかさ、可愛いんだよね。最高です。最高。本当、歴史を感じる、はい、安心できるものということ。そんな感じで、今回のプチガズ旅社会見学編第3弾、はいはい、ガズレレ水引きの元のどんな風に作られてるかお邪魔してきましたということでございます。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネル並びにもろもろ周りのこと、Gラボウクレレもね、よろしくお願いしますね。はい、そしたらさよなら。今度とGラボの工場見学もね、ベトナム最新版もそろそろお届けしたいなと思うんで、すごいね。まあ、またそれもちょっとお楽しみにしておいてください。はい、じゃあね、バイバイ。